ダンスとの向き合い方を深めるために、我々がいるシーンをもっと知るために、シーンで活躍されているアーティストさんを改めてご紹介する Word on the Street Sessions Volume 2。えかっこいい発音。イエイエイエイ。ご紹介いたします。バトルではジャスティブ2013年準優勝などを含む数々の実績を残し、コンテストではジャパンダンスデライトにも複数回出場している若手に多大な影響を与えてきた今ではイケメンパパのこの方、現在 YouTube でも大活躍中のダンサークリエイターでもある Representing Terminal Taiki。 Hi, good evening. Good evening. Hello everyone. 海外ゲスト結構いるんですね、これ。どうなんですかね。いたら熱いですね。いたら熱いね。あの、視聴者の皆さんにもですけど、一応今回は僕も改めて大輝さんのことを知るという前提でお伺いしてますので、まあ、共に一緒に深掘っていければと思います。だと思います。わかりました。じゃあちょっと早速、たわいない話から始めちゃいますね。自粛期間中、大輝さん今、なんかハマってることがあるんですか？最近、ちょっと自粛期間中だから。はい。ああ、そう、自分の映像撮ったり、あの、はい、外出て。はい。うん、で、なんか、あの、最近ミックスみたいなの作ってるんだけど、おお、はい。いつもあの音源だけだから、はい。あの映像も込みのなんかやつろうと思って、おお。っていうのにハマってました。ああ、なるほどなるほど。結構、まあ、落ち着いた感じで、なるほどなるほど。まあ、ちょっと進んでいきますね。ちょっと大輝さんのこう今までの経験とかを聞きたいなと思ってるんで、それもダンス前の話とかも含めてなんですけど、はい、ダンス以外でこうやってきた習い事だったりとか。ハマってきたものとかあるんですか？僕小学校の時あのスキーのおースキーをやってて、はい、スキーの選手になりたいなとかちょっと思ったかな。あ、そうなんだ。へえ。あの家が結構田舎なんで、あの、はい、家の前がもうスキー場なんですよね。だからもうあの板数いで冬はもうずっとスキーやって、小学校4年生からサッカー部に入って、そう、そこからずーっとで大学1年生までね、サッカー部だった。長いですね、サッカー歴。サッカーは長い。書道をやったし。書道やってるんですね。へぇー。あ、でも、書道何年ぐらいですか、書道。書道はね、小学2年生ぐらいから中2ぐらいまでやってた。お、すごっ。一応なんか最高段位みたいなもん。あ、マジっすか。そうなんだ。書道ハマれる人ってあんまりいない印象だったんですけど、なんかハマってたのか、強制的にやらされてたのかって言ったらどうですか？半分強制的にやらされてたけど、あ、うん。でもなんか、あの、お文字とか好きだった、はい。あ、そうなんですね。うん。へぇ、なるほど。結構しっくりきますけどね、なんか勝手にですけど、なんか書道が好きって言われると、はい。なんか好きそうだなって感じはしますね。じゃあなんかその中から、その大輝さんの、こう今のダンス的な価値観に、つながる部分とかあったりするんですか？その3つの習い事とか含めてですけど。うん、ああ、いや、でもね、全然関係ないかも。またそれは。あ、そうなんですね。そう。なんかあの、スーパーチャンプルを、あの、テレビ番組で昔やった。はい。やつを見始めて、なんかそのダンスを、なんか面白そうだなって思って見てた。はい。そう、あと結構歌を歌うことが好きだったので。あ、そうなんですね。うん。結構まあ、それはそっちで、なんか、また別の趣味というか。あ、そうなんですね。うん。へぇー。まあでもやっぱそのサッカーとかスキーは結構足腰強くなるから。はい。あの、ハウスダンスに活かされてるかなとはちょっと思ってる。ああ、確かに。運動面では、絶対に活かされますよね。そうなんだ。いや、なんか書道をやってたっていうところで、なんかこう美的センスとか、こうディテールに細かいとか、そういうのも繋がるところはあるのかなって一瞬思ったんですけど。あ、でも言われてみると、なんかあるかもしれない、知れない。なあ。書道好きってなかなかダンサーで聞かないんで、すごい面白いなと思いましたね、今。でも確かにこうね、止め跳ね払いとか、こう、全体の輪郭とかすごい多分、はい。やるから、なんかそういう捉え方してるかも、うん、その人の。あ、面白。すごいですね。いる時とかも。ああ。てか、怖っ。怖い、そんなこと見られんの。いや羽が甘いな。そこ丸だからみたいな感じに言われたら、怖いですね。なるほど。でもなんか、確かに、大輝さんのレッスン動画とか見てても、結構そこの、
細かいニュアンスを言語化できてる部分も、なんかそういう美的センスも関係あるのかなって思いますよね。ああ、うん、でもそう、言葉好きだね。なんか、ああ、そうなんだ。あのゲームのさ、FF の攻略本とかさ、すごい太い。はい。はい、あ、めっちゃぶったやつですよね。はい。ぶっとって、あの、しかも漢字ばっかりのやつずっと読んでて、なんかそれで漢字覚えたりとかして。なるほど。じゃあ、言ってしまえばオタキスっぽいところが。なんかハマると結構ずっとそれやる。ああ。でも、やめるとね、一切やらない。あ、やらない。メリハリがあるって感じですかね。いや、それは確かなんかすごい、うん、一貫性がありそうですね。なるほど。で、ダンスを始めたのは、さっきチャンプルを見てからっておっしゃってましたけど、これ、うん、何歳ぐらいですか？多分16ぐらい。16ぐらい。高1か。ちなみに、どなたのダンス見てたんですか、その時は。なんかハウスっていうかね、あの、なんかコロックとかさ、あの、ヒップホップ、ああ。一人でできるもん。ああ。それこそあの、ウーミンとか。ウーミンの時代か。なるほど。なんかすごくこう、なんか毎週毎週出てきてた。意外とハウスの回はそんな見たことなくて、ハウススペシャルみたいなのなんか見たような気がして、そこにやっぱそのヒロさんとか、たとえばシンボリズムとかも出てきて、なんとなく覚えてるけど、全然よくわかってなかった。なるほど。なるほど、なるほど。やっぱハウスを最初にダンスやってない状態で見たときに素直に感動するってなかなか難しいんですかね。ああ、どうだろう。なんか僕もそうですね、うん、ダンス始めたときもハウスダンスを見てかっこいいって正直最初は思わなかったですね。でも俺は全然そうかも。なんかあのキックパドブレとかよくわかんないかも。ああ、キックパドブレ。キックパドブレって何がかっこいいんだろうみたいな。キックパドブレじゃんみたいな。そうそう。ただ足を上げてるわけだよ、みたいな。ただ、それこそ、あの、大学の先輩に教えてもらって、はい、最初。ハウスのステップとか。あ、そうなんですね。だから、まあ、すごく、やってて楽しかったけど、なんか、いまいちかっこよさはわからなくて。で、それこそ YouTube で、こう、ハウス習いたいなと思って、こう誰がいいだろう探してたの。だから、はい、まあ、あのヒロさんとか、佐藤さんとか、はい、でなんかこう一瞬見た瞬間に、やっぱこう、かっこいいと思って、で、習いに行ったら、なんか、あ、ハウスのステップかっこいいんだなって、こう、ちゃんと分かれた。なるほど。じゃあ、少しダンスに慣れてきて、ちょっと目も鍛えられてきて、で、ハウスを本格的に見て、その時に初めていいと思えたみたいな感覚ですかね。そうそうそう。で、最初に教わったハウスダンサーの講師で言ったらヒロさんなんですか？そう。でも、実はね、でもね、周平さんなんだよね、俺。そうなんですか？そう、なんかヒロさんを受けようと思って行ったら、はい、周平さんが代行で来てて、はい、ヒロさん受けようと思ってきたけど、代行修正で、なんか初めて周平さんのを受けて、はい、はい。そう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 。これ、僕全く同じなんですよ。ヒロさんを気に入って、シュエさんを受けたパターン。なんか、ババのノアで受けようとしたら、なんかシュエさんだったっていう。そうそう。なるほど、なるほど。師匠です、ね。なるほど。いや、面白いですね。なるほど。で、そこから、まあ、シュエさん受けながら、こう、上の世代の方も結構受け始めたって感じですかね。そうね。ちょうどその木曜日がヒロさんで、で、その時あの、藤沢に住んでたから、はい。結構遠かったのね。遠かったから、なんかせっかく都内行くんだったら、もう、ツーレッスンゲロ行けようと思って。おー。で、そしたらちょうど、佐藤さんも木曜日あって。なるほど。そうそうそう。で、佐藤さんを夕方受けて、夜にヒロさん受けるみたいな。あー。なんかそういう、それで帰ってくるみたいな。毎週やってて。あ、でも、そう、ノアって結構、ノアから始めたんだけど。はい。まあ、入門受け放題みたいな入ってて、それで、まあ結構いろんな人、まあ、受けた。はい。あ、そうなんですね。そっかそっか。うん、じゃあ最初、なるほど。最初は、もうヒロさん、達夫さん、まあ、シュエさんあたりに通っていたっていうイメージなんですか、ね、それともなんか、もうまんべんなくインプットしようと思ってたっていう。ああ、どっちですか、ね、でも、ヒロさん、達夫さんがこう、かっこいいなって最初思ったから、その二人はずっと毎週受けてて、で、なるほど、なるほど。なんかこう、いろいろ興味がもっと出てきた時に、うん、まあ先輩たちのも受けたり、
なるほど、なるほど。なんか、大輝さんの踊り、その昔からの映像を見ていると、なんか、まあ、いろんなスタイルに触れてきたのかなっていうところは、多分、一般的にも分かりやすい部分もあるかなと思うんですけど、なんか、こう、変遷で見たら、なんか、大輝さん的に、この時代はこの人、この時代はこの人、この時代はこの人って、こう、区分けとかできるんですか？まあでも大きく言うと、はい、やっぱ広達をこうすごく追いかけていて、うん、はい、やっぱりこう、もう結構技からシルエットから、こうなんか仕草までね、全部ね、こう真似してた、そのコピーとか、してたし、まあ、で、後半というか中期からは、その、やっぱシンボリズムの、ボキャブラリー、その全然、またスタイルが違ったから、なんかすごく興味が出て、すごく、まあ、結構真似から入るタイプだから、やっぱそのシンボリズムと、そのアルマとグラスホッパーの。はい。なるほど。なるほど、大きく言ったら。そうそう。なるほど。ヒロさん、達夫さんのその時代から、こう、まあシンボリズムら辺に興味持ち始めたきっかけとかってあったんですか？時はね、ヒロクマに、代々木の。はい。今は亡き。そう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 。そうですね、そこで店長やって、当時、ブルーシックのユウさん。はい、ユウさん。ユウさんとなんかちょっとこう、仲良くなって。ユウさんとこう、そうだね、喋ってるうちに、代々木の中にね、こう、自然とね、行くような。そうなんですね。なるほど、なるほど。だから結構やっぱユウさんにもだいぶ影響を受けた。やっぱその、フェノールさんとか。はい。その辺の世代、うーん、人にもだいぶ練習してもらったし、その時シェアーっていうのがさ、ちょうど始まったんだよ。ああ、はいはいはい。で、シェアーの社長、俺、お手伝いやってて。おー、そうですね。へー。イベントの、はい。準備したり、告知したりとか、なんか、そのおかげで、こう、毎週アンスに行くっていうか、その、毎月毎月アンスに行ったり。なるほど、なるほど。あと、練習会とかね、当時多かったからね。はいはいはい、確かに、そこそこ。深夜練習会とか。はいはい、ありましたね、なるほど。そうそうそう。それがやっぱ代々木だったかもね、そういうのは。なるほど。うん。結構自然にというか、まあダンスも普通にかっこいいと思いながらも、そういう、まあ、密な会話とか、あ、そうそうそう、そういうエクスチェンジの中で、より引き込まれたっていう感じですかね。うん、そう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 。あとやっぱ音楽がね、やっぱ全然俺が知らない音楽が流れてたからね、すごくディープな、まあ、デトロイトの、テクノだったりとか、あの辺はやっぱり、はい、では知らなかったから、やっぱそういう曲、まあ、結構曲が割と好きなので、音楽っていう。なるほど。なるほど。音楽にも興味を持って聴きに行ってた、DJ さん。なるほど、なるほど。じゃあ、どっちかっていうと、こう、形を変えたくてとか、なんか、もっと進化を求めてっていうよりか、割ともう興味で、いろいろ見に行ってみたら、あ、いいかもみたいな感じになったっていう。そうそうそう。なるほど。結構自然なんですね、そこの流れっていうか。そうね。なんかこう、そうだね。あんまりこう目星をつけてとか、あんまりこう計画的にやってたわけじゃなくて、なんか、その時なんかエネルギーが流れてそこに。はい。行ったり。なるほど。そっかそっか。結構その、ダンサーの、なんていうんですかね、変化って追っていくと、人によっては割と戦略的にっていうか、なんかこう差別化するために、こういう方向行ってみるとか、結構そこを考えながら、僕も一時期そういうフェーズもあったかもしれないんですけど、なんか多分ダンサーそれぞれ結構考えて動こうとする人も多いと思うんですけど、やっぱり、その自然の流れに任せるって、言って大事なのかなって個人的にも思うんですけど、そこら辺大輝さん結構大事にしてるんですかね。昔からっていうか。ああ、そうだね。結構直感信じるタイプ。なるほど。なんかこう、結構ポジティブなエネルギーがね、なんかこう、流れてる。かつ、なんか、みんなが踏み入らないようなとこは、ちょっと気になったりはするよ、ね。ああ、もう、なるほど、なるほど。確かに。でもなんか、いい人たちがいるところに行きたいな、みたいな。なるほど。まあ、いいエネルギーに囲まれて、そこで味わいたいな、みたいな感覚ですかね。なるほど、なるほど。結構やっぱピュアさって大事ですよね、最終的には。
うん、割と世間知らずだったから良かったかも、うん、逆に、はい、そうそう、深くね、物事をね、そんなに考えてない。なるほど、なるほど、ありがとうございます。なるほど。ちょっと時系列多分戻っちゃうかもしれないんですけど、ジャスティブを準優勝した時にヒロさんと、はい、2013年でしたよね、あれ。本当バトルの練習ばっかりしてたかな。なんか技の出しどころとか、なんか音楽に興味をやっぱ持ち続けた方が、やっぱ音楽